カシュレーソル、キムスンギュ、周東遺跡か。この動画では、中東に遺跡の噂がある、キムスンギュ選手について振り返ります。ぜひ最後まで、ご視聴よろしくお願いします。サウジアラビア紙、アルリアディアによると、キムスンギュ選手は、中東遺跡に近づいていると伝えています。アルリアディアの報道によると、サウジアラビア一部の、アルシャバブリアドがキムスンギュ選手の、 獲得に向けて交渉を開始したととのことアルシャバブリアドは2021-22 20シーズンのサウジアラビア1部リーグを4位で終了3位アルナスルからわずかにポイント差で来季のアジアチャンピオンズリーグの出場権を逃していますキムスンギュ選手は1990年9月30日生まれの現在31歳のゴールキーパーですキムスンギュ選手は2006年 高校1年生の時にドラフト会議で指名を受けウルサンヒョンデ FC に加入しました2013年には K リーグベストイレブンを獲得し韓国代表にも選出されましたまた2014年には K リーグオールスター戦の人気投票でゴールキーパー部門では全体の82%となる99,933両を獲得し 2015年に模型リーグオールスター戦の人気投票で2年連続の1位を獲得しました2016年には神戸に完全移籍自身初の海外クラブでのプレーとなりレギュラーとして出場しました2017年10月14日の浦和レッズ戦ではアシストを記録このシーズンもレギュラーとして活躍しました2018年もレギュラーとして出場するも 10月20日に行われた第30節、川崎フロンターレ戦で5失点をした、次の試合から、前川大也選手に、レギュラーを奪われてしまいました。2019年は、開幕戦から3試合連続、レギュラーとして出場しましたが、第4節の清水エスパルス戦で、外国人枠の影響でベンチを外れ、不本意な形で、前川選手に、再び、レギュラーの座を、譲ることとなってしまいました。 現役韓国代表でありながら外国人枠でベンチ外となることに韓国メディアは外国人枠の被害を受けると伝えました2019年シーズン開幕前 J リーグで外国人選手の登録が無制限となりチームで出場機会が減るため移籍したいとチーム側に伝え7月26日に古巣のウルサンヒョンデ FC へ復帰しました2020年1月10日 J1 リーグに昇格した柏レーソルに完全移籍で加入することが発表されました自身にとって約半年ぶりの J リーグ復帰となり中村航介選手との日韓代表のポジション争いが期待されましたがその中村選手は千葉銀カップに手負傷中村選手に代わってピッチに入りましたその後はルバンカップ第一節ガンバ大阪戦や J リーグ開幕戦コンサドーレ札幌戦で活躍一時は怪我から復帰した中村選手にポジションを奪われベンチにも入れない時期もありましたが中村選手が再負傷しチームを離脱すると再びレギュラーに君臨10月7日ルヴァンカップ準決勝の横浜 F マリノス戦で好セーブを連発し決勝進出に貢献サポーターの間では神寸流と称されています 現役韓国代表ゴールキーパーが移籍をしてしまうのか注目しています。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。